こんにちは、診断士ラボです。はい、今日も新規事業を開発プロジェクトの動画を撮っていきたいと思います。はい。先日出した動画で、まあ、私たち皆さん気づいてました。私たちやることが決まってるんですよ。ふわっとした動画すぎて、なんでこの動画はって思った方もいると思うんですけど、私たちは、まあ、今一応、何かの資格試験とかに長期的に取り組んでいる人に向けて、まあ、勉強の効率とかが上がるコーヒーを発売しましょうっていう事業を立ち上げることにしました。まあ、しかし、とってもふんわりした動画だったので、これから私たちは何をすればいいか分かっていないので、今日は先生をお呼びして、私たちは明日から何をすればいいのかっていうのを教えてもらおうと思います。はい。じゃあ先生ですね、ご紹介したいと思います。カパケンさんです。はい、どうもこんにちは、カパケンです。はい、あ、せっかくなので、なんで今日カパケンさんを呼んだかっていうお話なんで、自己紹介をお願いします。何をやってるか。はい、私カパケンという名前でですね、まあ、SNS と活動してるんですけども、まあ、おそらく呼ばれた理由としては、まあ、僕自身が事業やってまして、ながらという NGRA って書いて、食品を作っています。まあ、自分自身で、まあ、起業をして、で、まあ、忙しくても美味しさを諦めないっていうスローガンで、まあ、ハンディースープみたいなものを作ったり、まあ、他にも開発してるんですけど、っていうものを、まあ、作って売ってっていうのをやってると。まあ、なので、まあ、今やろうとしていただいていることに、まあ、やや近い経験を持っている。で、かつ、まあ、ちょっとその診断士として、まあ、私も活動してるんで、まあ、同じような会話ができるのかなというところで、まあ、何かお力添えできればと、ここにいる次第です。はい、ありがとうございます。なので、はい、事業を立ち上げた先輩として来ていただきました。で、ちなみに実はガッパケンさん診断士ラボして2回目です。皆さん気づきましたか？いつ出てたかっていうのはちょっと過去の動画を探してみてください。出てたっけ？出てますよ、フルマラソン。あー、そういうことか。はい、そう、あ、なるほどね。そこで2秒ぐらい映ってますので、はい、皆さん探してください。私たちはまあ何も知らないので、先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。僕の認識では、まず、前回の動画で、まあ、まず新規事業やろうよってなって、いろいろブレインストーミングとか、まあ、どんなものやりたいのかなっていうのをこうパラ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 やっていって、まあ、だんだんちょっとこうターゲットとかを整理して、資格試験に長期に勉強を取り組んでる人に向けて、まあ、EC 等で、コーヒーを売っていくんだぜっていうような、はい、ものが決まっていると、はい、いうところだと思ってます。で、まあ、ただ、今いろいろイメージ湧いてきた中で、まあまあ、この案が出てきたときに、一旦ほんまかいなっていうのを問うのが、まあまあ、ファーストステップかなとは思ってます。やっぱり、この後どんどん活動を始めて、まあ、いろいろ、まあ、コストをどんどん投下して、労力も投下していく中で、まあ、最初のスタート地点が違ったりとかするのが一番怖いじゃないですか。まあ、なので、まあ、まず直近はどうですかっていうと、まあ、その辺を、より強固にするっていうのができたらいいんじゃないのっていうところをちょっと思ってます。はい、はい、私たちは動画を2週予習してきてくれて、私たちより分かってる。まあ、だからプロセス的な話を、していけばいいのかなって思うんですけども、うん、もうでもまずぶっちゃけ一番明確にしておきたいなって思うのは、まあ、怖い新規事業だとは思ってます。なんでこれやるんだっけっていうところは、まあ、その辺の、言語化からやっぱり始めていった方がいいのかなというところ で、うん、であとはじゃあそのこれを達成するためのじゃあゴール地点、うん、ゴールの設定っていうのが、必要なんじゃないかなと思っております。で、まあ、これはじゃあ例えば定量的な話、うん、じゃあ実際じゃあ売上規模とかどんなもんすかみたいな、結構その100億を目指す話と、1億を目指す話で全然やるべきことが変わってくるじゃないですか。100億ですよ、まあまあ、なんだろう、一旦ベンチャーキャピタルに行きましょうってなるじゃないですか。例えばそのじゃあスケールするんだっけとか、多分その辺がそもそもじゃあそのやろうとしているゴールに満たせるのかどうかみたいな、話、まあ、つまりだから売り上げだったり、まあ、利益なのか、まあ、ちょっとこの辺はいろいろ指標があるとは思うんですけども、まあ、アンドソードという感じであるのと、まあ、定性的なゴール、まあ、長期的に勉強している受験生支援とかってキーワードが出てましたけれども、まあ、どうなってるのがゴールなのか、でその辺のゴール設定があると事業案は正しいのか、ゴールに到達する手段になっているのかだと思うんですよね。僕個人的な解釈ですけど、教材とか
自体が目的の人と商材が手段の人っていう、創業50年の畳問屋の人はもう畳作りたくてしょうがないじゃないですか、またここにも畳が入ってるんですよ。金銭的に成功するなのか、それとも世の中を変えるみたいなことをしたくて、じゃあ商売するなのか、まあ、事業案がゴールに対して正しい手段になっているのかっていうところをですね、考えていくっていうアプローチで、まあ、ちょっと一回チェックしてみるのはいいんじゃないかなと。多分具体的な事業計画みたいなのがなんとなく見えてくると思うんですよ。確かになんか私たち前回の動画だとさ、キャンをちょっと重視しがちだったとか、リーチできる、作れそう、大変じゃなさそう、そこをちょっと重視してやったので、その新規事業やってみたいではあったんですけど、ゴール設定ってあんまりきちんと決めないで動き出してるんで、動いてないけど妄想してる、妄想してる妄想だとね、それでいいんだけど、本当にやるとやったら確かにここで確かにね、意識合わせをする必要だね、ずれたらね、本当だと思う。私は100億作りたかったのにみたいな500万って言ってた2回の喧嘩になるまあ、なんかよくよくウィルキャンマストみたいな、フレームワークあるじゃん。まあ、なんか人材だとキャリア志向の時によくやりがちですよね。自分がまあどういったところに行きたいのか、やりたいのかっていう気持ち面と、まあ、世の中的に何が求められてるとか、まあ、そういうニーズ的な話と、あとはその、まあ、自分ができるもの、まあ、事業計画ですよね。具体的な数字にやっぱり落とした方がいいと思ってて、その売上じゃあ1億円じゃあ年間出しますかって言ったら、じゃあコーヒーを何個売るんですか。分からん。分からん。1パック300円でみたいな。いくらみたいな。で、何個セットを何式。あ、そう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 。となった時に、じゃあそれに対する手段として考えられるのは、じゃあその EC っていうんだったら、何にじゃあアプローチしないといけないとか。で、それをやる時に必要になってくるのは、実はお金だったりするじゃないですか。まあ、リホさんの分野で言うと、ウェブ広告をじゃあぐるぐる回して、アプローチしますってなった時に、じゃあ広告費っていくらいるんですかって、ね、あと、じゃあその何個作るっていうんだったら、いくらぐらいお金がいるんだろう。それを OEM に発注して、まあ、仕入れをして在庫を持つっていうのもそうですし、まあ、その開発をするっていうのもそうだし、で、そうすると、どのぐらいの金額がいるなとか、じゃあ何をやる必要があるなとかっていうのが見えてくるじゃないですか。そうすると、リソース面で何が必要なのかっていうのは来ると思います。まあ、人物化ですね。ゴールを明確にした上で、よりその具体的な数字に落として必要なタスクと、まあ、リソースに分解していくっていうのが、まずはちょっとやっぱりあるべきなのかなと思っています。皆さんはそんなこともやってないのかってびっくりしたと思うんですけど、私たちはやっております。やってなかったね。でも中小企業診断士として、これって多分お客さんに提供するべきことにもなってくると思うから、今回自分の事業でこれを経験するっていうのはすごくいいと思う。いや、いいと思う。売り上げどのくらい欲しい。売り上げね、どのくらいでどのくらい売れるかとか、単価がどれぐらいじゃないといけないかでいうと、じゃあどれぐらいの付加価値のものじゃないといけないのかっていうんですよ。とか、まあ、単価って話で言ってますけど、もっと言うと、じゃあ粗利とかそういうレベルで考えていくと、あれ無理じゃねみたいな出るんですよ。1000万ぐらいがまず目指したい。でもうちらはそのコーヒーで天下取ろうとしてるわけじゃなくて、なんかその展開したいんですよ。展開したい。だからまずは、だから多分コーヒーで1000万じゃないんですよね。私ぐらいで1000万のイメージだった。私もそうかも。強気。これは年間？年間。いけるのでも。カフェとかにしてね、あの液体のコーヒーをその入れたてを誰かにっていうので1000万はちょっと稼働的に無理かなと思うけど。パックだったりボトルだったりでこうだったらなんか見てください、私たちこの話し合いもできてるでもなんかそこって多分1000万がいいのか悪いのかとかって判断するにはやっぱここだと思うんですよ。今回何のためにやるんだっけ、Y 新規事業がブレとるのかなっていう、やっぱビジネスやってみてえな、面白そうだなみたいな、物を売るのってよくねみたいな全然あると思うんですけど、本当にあの世の中出してじゃあポコッと売れて、じゃあ20人ぐらいの人届いて、あ売れたっすねっていいんだっけ、それはなんでこれをやるんだろうっていうところをちょっと言葉にした方がいいような気がするなとは思いました。1000万ってのちなみに何で思ったんですか。1000万売れない辛くねっていう感じ、なんかあのいろんな意味で。いや、わかります。1000万売れない段階で別のものに展開していくと忙しすぎるし、コーヒーのパック、ドリップとか
で、でも1000円のものを3回買ってもらえばいいのと、うん、3000人から3000円、あ、3、4000円、うんうんうん、って思ったら目指せなくない、うん、1000万ぐらい売れないと、うん、私たち的にも AI さんの経験は積めるけど、うん、お金的なメリットは多分出てこない、うんうんうん、3人いるし、うん、それがその今展開っていうキーワードが出たんです。1000万円いかないと展開しても不なくなって言ってたじゃないですか。展開は前提なんですね。違うんだ、はい、私たちは羊羹を売りたいんだ本当なんだっけ移り気なんですよ。で1個のものをあの軸にして他に作りたいものが出てくると思うんですけど、柱はやっぱ1000万ないと多分辛い、うん、私も現実的にそんぐらいを頑張って達成できれば、まあ、事業としてやってますとも言えるし、多分キャンから見てくれて、私たちがリーチできる人っていうのが勉強してる人、資格が勉強してる人っていうところにリーチをしていて、でその人たちが求めるものって何だろうって思ったら、その勉強の効率を上げるとか、眠くならないためにリラックスできるみたいなコーヒーを受験生の時私たちに使ったっていうところ、キャンとかこのプロジェクト自体はどんな気持ちで始まったんでしょうか。これはやりたいやった、うん、やりたい、どこまでいったら事業やったになるんですかね。作って売れたい、売れたい、成功したって言いたい、あの事業やりたいの裏には個人的にはもう一個あって、 リスク取りたい。リスク取りたい、コンサル業とかってあんまり少ないですもんね、はい、うん、なんだろう、なんか誰もやったことないことやりたいみたいな私がちょっと多分あると思います。診断士として診断士として3人で、今まで誰もやってないことやって3人でなんか成功したいみたいな。そしてカンブリア宮殿いいじゃないですか、カンブリア宮殿いいじゃないですか、カンブリア宮殿でやりたい、あとセブンルーズね、そのなんかワクワク、未来に対するワクワク、その誰もやってないことをやりたいっていうことは、逆に言うとこれではないとかっていうのを出してなんとなく輪郭ができるのかなと思うんですけど、よくよくビジネスやろうぜってやるとすぐ出てくるのが背取り、うん、なんか山田電機とか行って超安売りされてる商品みたいなのをなんか3割引きで買って、アマゾンであの1割手数料で売りさばいて2割利材が増えました、お金増えてラッキーみたいなやるじゃないですか。それは入らない、それをめっちゃやって、例えば50億稼ぎましたイエーってなっても、うん、あの行きたい世界には行けない、ね、ワクワクしない、ワクワクはしない、ワクワクしない、物作ったことないから物を作りたいという気持ちもありますね。その辺にありふれたものを作るじゃなくて、うん、あの自分たちで新しいこの今までなかったような、うん、新しい付加価値のあるようなものを生み出すっていうところにワクワクして、それで、うん、まあ、大成功したってカンブリア宮殿出たいみたいな、そんな感じなんですかね。ですね、なんかそうなってくると、アンアンの選定の時とかに、じゃあオリジナリティとか新しい観点とか、例えば羊羹バリオシャレに売りますとかも絶対あると思うし、なんか超高付加価値コーヒーなのか分かんないですけど、なんかそういうのはそこに繋がってくるってことなんですよね。独自の価値みたいなのがめちゃ僕個人的にはあの共感の嵐なんですけど、特になんか今の話を元にすると、じゃあ商材の具体的なところ、商材であるべき、どういう付加価値を持っている、まあ何らかのその独自の価値がないとやっぱりワクテ化しないよねっていう話だと思うので、まあそういう面でよりコンセプトを練っていくみたいなところが一歩として進めたりするんじゃないかなとは。ありがとうございます。なんか私たちもハンドとか競合とかに行こうとしてたけど、うん、まずゴールを決めましょうっていうのと、大体手段なんですよ、それも。で、計画を立てると大体うまくいかない、その計画通りに絶対いかないから、それはもうああ行かなかったなって思って、じゃあ行かなかったのはなんでかなってこうどんどん修正をしていくっていう、死ぬほどずれます。マジで。本当に。あの僕もこういう事業計画の中のコツ立てたんですよ。いやこれあのリピート率がなんぼやろみたいな、やるじゃないですか。LTV がなんぼやろみたいな。ってことは広告でいくらぐらいでこう人がこう来てくれるから、うん、なるほどなるほど。一生黒字みたいな。マジ。ブーン。売上高ブーンみたいな。おもろ
これそれで、あの小規模事業者、小規模事業者持続化補助金もらいました。全然その通りはいかないので、まあ、都度都度その考えることになるとは思うんですけれども、ただ骨格としてじゃあ何を大事にすべきか、その、まあ、ちょっと独自の橋で、まあ、その下にまあそれが何なのかコンセプトがあると思うんですけれども、であったりだとか、まあ、何個ぐらい売れれば価値なのか、でいくらのものを売らないといけないのか、じゃあそれをするにはどういう、販路にしなきゃいけないのか、じゃあその販路に売るんだったら粗利率ってどのぐらいになるか、でそれを全体の利益から考えると、コストはこのぐらいで作らないといけない、じゃあそれを実現できる OEM の会社はどこでしょうとか、まあ、そういうふうにこう、まあ、パズルっていう感じで、組み合わってくると思うので、まあ、そういうところに、行ってみるのがいいんじゃないかなと思っております。はい、ありがとうございます。私たちちょっとだけ先が見えてきた。まずやるべきことが分かった。はい、進め方というふうに思います。さすが先輩、ありがとうございます。はい、一生プロジの授業系の作ってあの公開、これさ、公開しようよ。じゃ公開します。作ったら私たちの有名な授業計画、皆さん楽しみにしていてください。で、この実際じゃどうするかみたいな話あれはまた別の動画で、あの私たちで頑張って撮りたいなというふうに思いますので、皆さんぜひ見てください。はい、先生今日はありがとうございました。はい、あの診断シラバの新規事業プロジェクト、こんな形でまたつどつど先生をお呼びして、いろんな人に助けていただいて、教えてもらいながら成長していきたいなというふうに思いますので、皆さんもぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、では今日の動画が面白いなと思ったら、グッドボタンと、チャンネル登録お願いします。あとは今日先生の YouTube チャンネルと、ホームページと、あとその中からですね。中から美味しいよ。概要欄に貼っておきますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。